村上和弘村上和弘は、三重県四日市市出身の元プロサッカー選手。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。三重県立四日市四郷高等学校卒業後、横浜 F マリノスに入団するが、出場機会に恵まれず、2001年から、ペガルタ仙台に移籍。2004年からレギュラーに定着し、2006年シーズンは、キャプテンも務めていたが、 契約満了となりシーズン終了をもって退団した。合同トライアウトを経て2007年に川崎フロンターレに入団。当初川崎で左サイドを任される予定であったフランシス・マールの不祥離脱を機にレギュラーポジションを獲得。開幕戦から続けて得点に絡む活躍を見せ主力に定着した。2008年シーズンは新加入の山岸里氏とのポジション争い等により、 控えに甘んじる時期が続いた。翌2009年シーズンは、スタミナ面やディフェンス面での向上を見せ、再び左サイドバックのレギュラーポジションを確保。過密日程が続いたシーズンを通し左サイドのファーストチョイスとして奮闘した。2010年、大宮アルディジャ j 完全一席。2014年は、副キャプテンを務めたが、 リーグ戦では3試合のみの出場に止まり、7月29日、期限付き遺跡でベガルタ仙台に約7年8ヶ月ぶりに復帰。2015年に完全遺跡となったが、同年11月17日に契約満了、12月28日に現役引退並びに仙台のアカデミースタッフ就任が発表された。ありがとうございます。